こんにちは勝手に仕上がれヘイブラザーの第2話を見終わりました、まあ、テーマソングがね横浜デイブレイク懐かかしいいんじゃないですか、まあ、この柴田恭平さんのエンディングテーマは結構ね声が高い声が出ない男性でも歌いやすいということで、まあ、カラオケでのね当時のあ定番曲になっていたんでは、えー、ないかなと思いますけども第2話のことなんですがあのちょっと切らしてもらってね 第2話は結構シリアスな内容で、この殺人事件が関わってきてね、えそこで、えー、犯人とされる人がいたんですけども、男性が。実はこれね、あの惚れた女性の身代,わり身代わりになって自習をしようと思っていたっていうことが分かって、途中から物語がね、あの男性にちょっとね、同情的になっていくんですよね。で、実はあの物語の中心にいたモテモテの女の子が、 商売をを目当ててにに、まあ、あ殺意を実行に移したってことがね、えー、ラストででかってくるとといいうことでございますあのストーリー自体そんなに面白くもないし大どんでん返しってわけでもなかったんではっきり言って第2話の内容はあんまり面白くなかったんですよねで、えー、まあことがことだけに、うんまあ、殺人というテーマですからねあんまり、えー、この動画で扱うのにもふさわしくないかなと思いましたんでちょっとね番組を見ながら当時を しのんでみようかなと思います <laughs> まずは柴田京平さんが乗っている車はなんていう名前か分かりませんけどもまあ、ポルシェみたいなねえー、顔をしたオープンカーなんですよねこのオープンカーが当時の時代を物語ってるかなという風に思いますえー、スープラにしてもそうですしソアラにしてもそうですし 日産のフェアレディ Z もそうですしかもね、当時結構出回っていた時期なんじゃないかな、T バールーフとかオープンカーっていうのがね、それからあのサンルーフとかナンパカーと言われるプレリュード、この辺がだいぶ20代の若者には人気だったんじゃないかなと思います。まあそういったものの代表格で、 オープンカーがこのドラマの柴田恭平さんの愛車ということで使われてるのは、まあ、納得できないところではなかったかなっていうこてですね、まあ、最近ではオープンカーっていうのもねないですしスーパーカーっていうのはあんまり見かけることがなくなりましたよねはいそして、えー、中村徹さんが出ているわけなんですけども柴田恭平さんの弟役ということで、ね、出ているこの中村徹さんは 400cc のバイク乗ってるんですよねしかもノーヘルなんですよ終始ノーヘルですどこに行く時も これもだから当時250とか400っていうのが主流だった時代に、うん、なんかヘルメットをかぶらないっていうね背景があったのかなとちょっとうろ覚えなんですけども 50cc 原付きはヘルメットをね被らなくても、うん、なんか違反にはならなかった時期があったんじゃないかなと思いますけども当時はどうだったんですかねちょっとよく覚えてませんけどもねえそして今では大物になっている倉田哲夫さんね、えー、すごいいい俳優になりましたけども この倉田哲夫さんが当時ね大学生かなんかの役で出ていて中丸徹さんのねなんかこう使いっぱしみたいな役をやってるんですよ、うん、でコミカルな役で、まあ、今の倉田哲夫さんからするとああ駆け出しの頃はこんなことやってたんだなって思わせるばかりでございますでそして俳優さんにちょっとね焦点を移していくともう今ではお亡くなりになったあの峯岸徹さんね え、一時期、岡田幸子ちゃんとちょっと話題になったということだったんですけども、峯岸徹さんも今、亡き人なんですが、その峯岸徹さんがね、実はその柴田恭平さんの仕事仲間ということで、あの、雑誌社、ゴシップ雑誌の編集長をやってるんですよ。で、そこにゴシップネタを投稿して、えー、日銭を稼いでるのが柴田恭平っていう役なんですけども、まあ、その編集長として出ていて、えー、今回の殺人事件の取材をしてこいみたいな感じで、えー 自分の会社の社員じゃなくてね、そういったフリーの柴田恭平さんに、まあ、お願いするっていう背景があって、だんだんと柴田恭平さんの仕事ぶりとかね、えー、それから三重尚さんっていう存在が見えてくる、物語に広がりが出ていくっていうことになると思いますけども、まあ当時もこういう仕事は結構多かったんでしょうね、ゴシップ担当のフリーのライターっていうのがね出始めた頃だったんじゃないかなと思います。さあそしてあの、レジャーに事を移してみると、 当時はねディスコのまあ最盛期というかブームというかラストシーンだったのかなと思いますマハラジャとかね出ていた時でもありますしジュリアナっていうのもこの番組のあとぐらいに多分閉店するんじゃなかったなと思いますけども、まあ、今ではねもしかしたらクラブっていうのかもしれませんけど当時はねディスコ全盛期でミラーボールがね天井をくる,くるくるくる回ってる画像っていうのがよくこういういわゆるトレンディーな番組には 出てきたたりとかししもんですしカラオケに行ってイメージ画像も大体こうね、うん、ミラーボールが回ってるところみたいな最近はミラーボールってあるんですかねスモークぐらいになったんかな、うん、まあとにかくそのディスコが一つの交流の場になっていたってことがあります実際ディスコに行ってみると喋り声が聞こえないぐらいコミュニケーションは向いてない場所なんですけどもでも当時はどういうわけかね <laughs> ディスコが社交場になっている場面をおドラマなどで見ることがありましたよねでああいうところからおそらく まあ、ディスコっていうものに対する憧れっていうのがこう、想起されていって、誘導されていくっていうふうな当時のね、うん、消費の誘導線が見えてくる部分がありますけどもね。はい、そしてですね、ファッションなんですが、あの、切れジっていうのが当時は全盛期だったのかなと思いますね。で、あと、ブルージーンズに白い T シャツで、上に黒系のジャケット、コンブレっていうのをね、羽織ったりとかする、まあそういったスタイルがよくあったのかなと思います。うん で、えー、当時男性はみんな単発でねロン毛ってのはまだまだ出てきませんでしたねこのちょっと後に江口洋介さんとかね、えー、あの辺りがロン毛ってものを流行らしたのかなと木村拓哉さんも確かロン毛だったかなと思いますけどもこの辺じゃないかなというふうに思いますね、まあ、それまではねチェッカーズがヘアスタイルの最先端を言っていてなんかやく君ヘアとかって前髪をちょっと垂らすようなスタイルっていうのは今の50代の方は結構ね懐かしいんじゃないかなと思います そういった当時のファッションや世相がふんだんに盛り込まれている勝手に仕上がれヘイブラザーの第2話ということでお話しさせてもらいました、うん、あの物語の内容にはねちょっと今回関わらなかったんですけどもこういったバブルの背景を色濃く反映したドラマの作りになっているよってことは伝わっちゃうんじゃないかなと思いますね,ね昭和40年代生まれにしてはちょっと懐かしいかなというところが思い出さされました、うん、特にね バイクをノーヘルで乗ってるところバン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 映してるところとかあとはタバコを吸うシーンが結構ねいろんな方あるんですよね当時はね今はねタバコを吸うシーンとか灰皿すらないっていうドラマ番組が清掃的に増えてきたなっていうのとあとどんなねイケメン俳優でもバイクに乗るときはヘルメットをカチャッと被ってるっていうところがね、うん、まあ時代だなと思わせるとことですねじゃあ本日は以上です勝手に仕上がりヘイブラザーでした